皆さんこんにちは、名古屋のジェイモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はね、まあ割と早い時間から走り回っておりますが、今から向かうのは塩釜口の駅からちょっと南行ったところに低放送っていうね、貞子の貞から宝して山荘の層ね、低放送っていうんですかね、それいつも通るたびに取材をしておりましたが、なくなっておりました。別件で車で通った時にありゃって、あれなんかこんなとこ飽きちゃったっけと思ったら、多分完全になくなっております。なので改めて取材に回ります。ああ、コム工事やってるな。ここ最近顕著なのはね、昭和レトロが次々となくなってる、あちこちであちこちでなくなってます。ぶっちゃけどうしましょうっていう感じでね、空き家にしとくと固定資産税の特例も使えないようになったり、まあ当然撤去命令みたいなのが出たり、まあ、空き家にしとくっていう人もだんだん本当に減ってくるでしょうね。まあそうなると建て替えが進む、まあ少なくとも建てないにしても撤去が進む、うん、十分そういう可能性が考えられます。今日はね35度ぐらいあるのかな。結構暑いって外出てる人言ってたけど、自転車はねそうでもないね。なんでかというと結構風吹いとるから、生暖かくはないな。意外と涼しい風が今日は吹いております。涼しいって言って大げさだな。まあ、せっかくなんで名城大学の前を通ってみますか。2号館建屋なくなっとるよね。あれなんかプラウみたいなの建っとるな。手前の建屋、あれ2号館なくなっとるな。ここは文具の名城、レストラン金庫ありますよ。栄吉や秀吉や、今日は並んでないな。さすがに、まあ、昼過ぎてだいぶ時間経っとるで。ここね、実は1ヶ月ぐらいちょっと取材をお休みしておりました。ちょっと体調不良でですね、まあどっちかっていうと風邪をひいたとか、 なんか感染症とかそういう病気ではなくてね、まあ、整形外科的なとこですかね。どっちかっていうとね、ちょっと痛みがねひどかったんで、さあ塩釜口交差点通り抜けまして南下しております。ちょっとね今日もいいかなと思ってきたけど、ちょっと痛みが走るな。神経痛の類ですけどね、いわゆる神経の痛みって結構痛いんだよね。耐えられん、なかなかのね痛み。神経系っていうのはどっかこうね、骨が出ていたり軟骨が出ていたり、まあ、そういうので触れて痛みが出るっていうケースが多いので、それってなかなかね直接的に手を加えるわけじゃないから、なかなかね痛みが取れなくて大変ですよね。ということで今久野鹿の前を通過しまして、まもなく現着です。低放送あるのかないのか、ないです、先に言っておきます。というかもう昨日一昨日だが通ってミートルで確実になくなってました。はい、でも一応ね通りすがりで見ただけだからね、念のためこの目で自転車乗って確認しに行きたいっていう、そんな感じですね。ああないわ、本当にないわ、ないです、ありません。意外とね、なくなってみると分かるけどね、土地が結構狭かったね。広そうに見えたけどね、そうでもない。はい、低放送の跡地に到着しました。完全になくなっております。奥もね、奥何があった分からんけど、なんかねターボじゃないな、クーポ元矢琴3丁目ってよく分からんけど、なんか集合住宅ですかね、立つようです。いやなくなってしまった、あっという間だね。本当に綺麗さっぱりなくなってます。ということでまた一つ障害がなくなったなと、そんな感じですね。
うね、ほんとここ最近ね、立て続けに昭和レトロがなくなってるのを目撃しております。またあの動画にしますけど、ほんとにね、ここもあそこもっていうね、そこもですかみたいな、そんな感じですよ。まあ私個人的にはまあ撮影してあるからいいようなものの、とはいえやはり現物がなくなっちゃうっていうのは寂しいもんでね、昭和レトロ好きとしては結構ショックですわ、はい、本当にね、昭和遠くなりにけりでと言ってもね、まあどうしようもできんけどねどうしようもできませんが、昭和100年って何年、2035年ぐらいですか。昭和50年が1975年だから25年か、2025年だね。あと2年で昭和100年か。まあそこまで生きとるかどうかわからんけど、でご覧の通り左手のところ、前方左手も昭和レトロがなくなろうとしております。まあ、こんな嫌だったんだね、結構昭和チックじゃん。まあ、なかなか味があるの、こんなやったっけ、これこんなやったかや、結構古いじゃん、はあ、残念だな、はあ、完全になくなってすごいね、木の陰がすぐガスコンに人がおってびっくりした、作業員の人が車の陰で休憩しとって、いやでもね、またもや昭和レトロが目の前で消え去ろうとしておりました。あ、残念だね、本当にこうやって見てると微妙にあるよね、微妙に残ってるこの辺も。さあ天馬空港管内、この辺はもう手だことになるかな、南下中です。右手奥が昭和高校、南に向かうとね、左の前ぐらいが新和田橋ですね、新島田橋、この止まれ目をつくね、大回りさん隠れとると気をつけないよ、このね果樹園のありで見えないところに隠れとる、隠れとったこの前。さあコインランドリーの向こうのけど、喫茶セラ、セラビ、まあ喫茶店があるわ。本当名古屋はね、こう喫茶店王国ですよね、やっぱり東京行くと思うよ、本当ね、なんもないなっていうフラット入れるとこないんだよね、チェーン店も含め、本当に意外と名古屋人は困りますね、行くとこないなっていうかちょっと休憩しようと思ったらあらへんね昭和高校出ました、到着。今回も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。1000本以上アップした過去動画もぜひともご覧ください。それから高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。名古屋のジエモンでした。